こんにちは。ダイヤモンドエンジン続きから始めていきたいと思います。前回無事にトゥルーエンドクリアできたんですが、残されたエンディング3種類、全部バッドエンドだそうです。あんな大団円を見た後でバッドエンド回収もあれかなとは思ったけど、やっぱ全部見たいのでね、どんな流れでバッドになっちゃうのか見たいので、ちょっと探っていきたいと思います。で、私が予想してたのが、バットになる要因。仲間が足りないエンド？あと、バリスさんが写真とか人形とかくれるんですよね。それも何かしらの意味があるんじゃないかなと思うんですよ。だ仲間がいないけど倒し方知ってるからもう倒せるわけで、仲間がいないけど倒しちゃうエンドはきっとバッドエンドなんじゃないかなと思うんですよね。そうだな、この間食レポ聞いてカラオケ曲何種類かあったから、もう本当は2人で入りたかったな。アイス天国文化ちょっと気になるね。世界を機械で染め上げろ、地上の愚者に復讐を、ああ我らアンドロイド帝国すごい敵に組みした感じの歌ですね。ふう、いっぱいで、いっぱい歌ってすっきりしたぜ。さて、外に出ようかな。外に出てきたよ。さて、どうしようかな。バイスさんから人形をもらおう。私、いつも東からクリアしてるけど、西からクリアするのも何かしら意味があるのかな。出てこないんだよな。俺は僧侶を知ってるも何も10年前に共に暮らしていたんだよ。大事な部分見れてなかったな。俺は僧侶の父親博士に開発された家庭用アンドロイド、要は子供だった僧侶の面倒を見てたんだ。パパー。だがある日強盗団に襲われて家が火災にあってな。その時僧侶と博士は亡くなったと思っていたんだが、まさか生きていたとはな。そっか、死んじゃったと思ってたからその場を離れたって感じなのかな。そんな過去があったなんて、この10年間さぞ辛かったでしょうね。そろそろ街が近づいてきたな。もちろん俺もお前らと共に戦うさ。その時はよろしく頼むぜ。バイスについて教えてほしい。俺はソーディオの手によって初めて開発されたアンドロイドだ。やっぱり初号機なんだ。確か今から10年前の家庭用アンドロイドのデータを元に作ったと聞いた。ヘリさんが前身なんだね。10年前の家庭用アンドロイドを元にって、それ俺のことじゃねえか。まさにそうだと思うよ。なんだってな、お前がそうとしか考えられないだろう。美女全然似てねえけどふむ、道理でやけに昔の僧侶に関する記憶が俺に残っていたわけか。それで全て話がつながったな。なぜ僧侶がアンドロイド帝国を立ち上げたのか。よし、帝国基地に突入だ。でもやっぱ選択肢ないから勝てないかもしれないな。僧侶戦広範囲。だってもう広範囲撃てる人がもうマシンガンや遠距離だっただけだな。ないんじゃないか。レーザー、マシンガン言っとくかブブ、おとなしくしていればよかったもの。後悔しても遅いよ。広範囲ヘリアンサスの格闘技、力の差もわからない愚者どもが生意気なことをほざいているな。アンドロイドは黙って主人の命令を聞いていたらいいんだよ。シールドは放てる。え？ブブって言った今。邪魔なんだよ。僕の視界から消えてくれ。次やり。ピラー。あ、心のバグった哀れなゴミクズどもが、わざわざ時間を割いてやったこと、せいぜいあの世で感謝するんだな。負けたね。倒し方は知ってるんだけど、違うの。バッドエンド。勝つことは前提なんだ。じゃあ仲間は全員連れてこなきゃいけなくって。でも写真とぬいぐるみもらいながら、仲間にできるのかな？写真もぬいぐるみもいらない？いなくても勝てる人誰もいないよな。で、街を探索する。さっきカラオケ一人で行って寂しかったから、もう一回カラオケ行きたいね。今度こそ楽しく
カラオケできるといいね。イエイ、さあ歌いまくるよ。カドナはカラオケ得意なの？まあまあかな。俺アイドル歌手のピル&モモのファンなんだ。ピル&モモ、ピル&モモ知らないの？ヒュージさんも一度は聞いた方がいいって。誰を元ネタがわからん。特にデビュー曲のラブハートエンジンはいい曲だよ。自分では恥ずかしいから歌えないけどね。その歌詞知ってるの私。あ、さてたくさん歌ったことだし外に出ようよ。そうなんだ。もう歌の選択肢は出ないんだね。あ、入った。スペードクラッシュ入った。はあはあ、終わったな。ヒュージ、俺はお前が羨ましいよ。何者にも縛られず自由な身を持つお前がな。いろいろ選択肢遊んで選んで行ってる中で、カーモンさんと山頂でお話ししてる時の選択肢が1個増えました。今バイスの写真を持ちながら、写真屋さんで、写真屋さんじゃない、雑貨屋さんでカメラ買って山の写真撮ったとこなんですけど、山の写真を見せるっていう選択肢がちょっと増えてましたね。ちょっとこれ選んでいきたいと思います。はい、山の写真を見せる。カーボン、これを見てほしいんだけど。あら、あ、そうね、黒いもやの話、そういえば綺麗な景色の写真ね。って、よく見たら黒い影が写ってるわね。これってまさか心霊写真？いや、本当に心霊系なの？なんてものを見せるのよ。あ、本当にそういう感じ？って、別にお化けとかそういうのが苦手なわけじゃないから勘違いしないでよ。なんかツンデレ系の、いやでもエンディングにはならないか。とりあえず写真をもらっとこうかな。町を探索。喫茶店で何か食べてみようか。ゴリラパフェは大丈夫だった。コーヒー、アンドロイド用コーヒーに実は毒が入ったりとか。お待たせしました、アンドロイド用コーヒーでございます。いただきます。ごくごく。このビターな感じ、大人だ。これで俺も渋いダンディの仲間入りだね。ダンディになっただけだな。渋いダンディになったらバイスさんついてきてくんないかな。あ、あげれる。やっぱりやった、花のブレスレットをあげる。これカーボンにあげるよ。あら、かわいいアクセサリーね。私にくれるの？ありがとう。でもどうして私に？似合うと思ったからだよ。な、からかわないでよ、もう。うわぁ、ちょっと甘酸っぱい。甘酸っぱさが加わりましたね、ダイヤモンドエンジンに。すごいなぁ。もう何でもできちゃいますね。こういう、なんだろうな、本編関係ない選択肢あるゲーム大好きですね。とりあえず、ヘリさんとバイスさんから戦い方を改めて聞けば、その時点での仲間での攻略方法を多分聞けるのではないかと思うんですよね。多分だけどね。私も、倒し方ってそれで答えだと思ってたから、積んでると思っちゃったけど、仲間がいなくても倒せるのかもしれないです、ひょっとしたら。スキップ解除してる？ OK してるね。はい、戦い方について教えてください。勝利を戦うなら、一人では危険な。状況によって俺たちと交代するな。まず、遠距離、自分の遠距離、格闘技、シールド、槍。オッケー、これならこのメンツでもできますもんね。やっぱそういうことだ。いやー、これで突破口は開けましたね。まあ回収しようとしてるのバッドエンドなんだけど、でもやっぱ見ないと気が済まないところあるもんな。はい、帝国基地はこちら、ついてきて。で、バイスさんだね。よし、戦い方を教えてください。僧侶とおそらく一度では倒せない。結成に備えて遠距離で牽制。遠距離2つあるけどどっちでもいいのかな。遠距離、9時の遠距離攻撃で稼ぐ。じゃあマシンガンかな、こっちは。マシンガン、遠距離自分、そして、剣格闘。剣格闘。いや、イルメンツで変わってくるんだ。これ倒し方が。そういうバッテンなのかな。剣格闘技の順で2人でコラボだ。コンボだ。
あと相手がやばそうな技、カウンター。そう、カウンターでタイミングだな。確かでもカウンターも1回に、あ、でもこれも変わってくるかもしれないからな。やばい時はカウンター。カウンター合わせるとそう一発でアウトだからな。よし、帝国基地に突入だ。行くぜ、パーティーの幕開けだ。1回目自分の遠距離攻撃、レーザーかな。アンドロイドのくせに僕を裏切るのか。遠距離、格闘、シールド。過去はドアがいても変えられないんだ。それくらいお前らならよく知ってるだろう。だったら運命に従うしかない。やり、オッケー、いいね、攻略進みましたね。僧侶様悪いが今回も倒されてもらうぜ。いやでも負けちゃうのかな、最終的に。バッドエンド、この程度で僕に勝ったと思うなよ。多分仲間が揃ってない状態で僧侶様倒すとバッドエンドだと。おお、僧侶様自分で戦うの。こいつでお前らのその見苦しい首刈り取ってやるよ。あれかな、バイスと慣れ合ったからバイスは火星に来なかった。でもそもそも呼ばれてないな。そんなことをしても誰も幸せにはなれないぞ。ヒュージ、相手に説得は通用しないわ。戦いましょう。俺たちの力見してやろうぜ。雑魚どもがごちゃごちゃとうるさいな。さあ死にたいやつからかかってきな。望むところだ。死神っぽいんだな、海賊っぽいんじゃなくて。さてと、ドイツからあの世に送ってやろうかな。遠距離、多分カーボーさんの方の遠距離ですね。マシンガン、僕は決めたんだ。あの日から僕の計画は邪魔しないでほしいな。自分の遠距離だ、レーザーだね。そろそろこいつの威力を試してみるか。いい実験台になってくれよ。終わりだ、デッサイズキラー。やばい攻撃の時はカウンター。図に乗るなよ。僕のこの10年間の苦しみをお前らにも味わわせてやる。次、剣と槍でコラボだ。剣、誰、ソード持ってる人。あ、ヘリアンサスさん。剣と格闘。僕はもう昔の僕じゃない。僕は変わったんだ。アンドロイドと共に生きることでここまで這い上がってきたというのに。あの頃に戻ってたまるか。ヘリアンサスさん、お願いします。ずさくっくく、はぁ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 、哀れだな。同情のしようがないよ。僕に逆らうなんてゴミ以下の発想だったね。え、負けた？あれ、剣格闘で合ってるんじゃないの？そっか、自分の選択肢を確かに忘れてたな。うん、変わらず僧侶様その姿だね。写真とかマスコットは関係なくこれだな。はい、死にたくないけどかかっていきます。今回こそいけるだろう。まず最初にマシンガンを撃って、遠距離アイスレーザーを撃って、カウンター撃つ。で、ヘリアンサスさんのソード。僕はもう昔の僕じゃない。で、2人だから格闘、アイスパンチ。これで決まったろ。アイスパンチ、グッ。嘘だろ、こんなところで死にたくない。死ななくていいよ。うわー、いやー、完璧に倒しちゃうバッドエンドなんだろうな。総理よ、お前の悪事もここまでだ。く、この僕がゴミなんかに。うぐ、バイスさんは来ないのかな。総理よ、しっかりするんだ。僕は、本当は、アンドロイド帝国なんて、お、人間を支配してやるなんて、そんなのどうでもよかったんだ。本当はただ、ただ、信じられる仲間が欲しかっただけなんだ。そうだよ。だってそれはもうバイスさんで解決してるんじゃないの？信用できる仲間。そうか、あの10年前の事件が僧侶を変えてしまったんだな。それって家が火災にあった話よね。ああ、そうさ。今から10年前、僕の家は強盗団に襲われて火災にあった。その時、僕のたった一人の家族であった父さんは亡くなった。僕はあの日から、人間を信じるのが怖くなったんだ。だから僕はアンドロイドの開発をゴホゴホ
もう喋らないで、総領。この10年間辛かったんだろうな。総領がこれまでやってきたことは決して許されるものではないわ。だけど、これは彼をここまで苦しめた人間の問題でもある。く、俺があの時博士を守れていたら。く、君たちのおかげで目が覚めたよ。どうやら君たちとはここでお別れのようだ。ああ、総領。総領、自分の死をもって全てを終わらせる自然なことだ。これが僕の運命さ。待ってよ、総領。バイスさん、来なくていいの？こんな大事な時に。俺まだ君に聞きたいことがたくさん。ふ、さよなら、帝国最強のエラー。かは。これ、バイスさんが全てを終わらせちゃうのかな？なんか、総領がいなくなったことに切れて。総領？しっかりしてよ、総領！総領！バイスさん来ないの？目が覚めた時から、自分の運命は決まっていた。ある者は死を告げられ、そしてまたある者は孤独に陥る。これは定められた運命に抗う、戦士たちの物語。いやー、バイスさん、いいの？それで。いや、かっこよかったけどさ、これはこれで。いやー、写真とマスコット持ってたら何か変わりますかね。とりあえずバッドエンド1個目は回収できたけど、はい。そうね。あとは、ま、仲間の数か。ま、いろいろ試してみようかな。次は、カドナだけ仲間にして、おぞんさんは置いていって、の4人メンバーで、4人メンバー？ん？違うな、マックス。ま、いいや、ちょっと数字がちょっと計算できないから、また後でお話しします。お疲れ様でした。